今回は10分間の体幹トレーニング、コア、腹筋を中心にしっかり鍛えて体を引き締めながら痩せる、またこう太りにくい体を作っていく、そのために一緒にやっていきましょう。もう見よう見まねでついてきてください。それではスタート。まずプランクファイト。下ろすとき腰を反らないように注意して、しっかりお尻を高く。3、2、1、レスト。次スーパーマンプール。締め切るギリギリのところまで腕を伸ばしていきます。1プランク、プランクの状態から手を伸ばしてキープします。この腰が反らないように注意して行ってください。次はバックの次はプランクの体勢からニートゥエルボー、膝を肘につけていきます。次はショルダーパンチ。肩をずつタッチしていきます。この時体が開かないようにしっかり水平を保って、次は片足ずつ上げていきます。次はサイドプランク。しっかりお尻が落ちないようにキープ。3、2、1、11、セットとゴー。
は止めないように呼吸をしながら、次はお尻を上げていきます。次ローテーションしていきます。ダブルクランチ。次はフォローホールド。状態と足を上げたままキープします。前の体勢から手と足を縮めて伸ばしていきます。膝を浮かして体幹の手と足を上げてキープします。しっかりバランスとって指先から足までしっかりまっすぐ意識しながらキープしましょう。ラストハイブリッジ。
そこそこ、きつかったと思います。まあ自分が出してる、5分とか10分のトレーニングやり込んでる人には、まあ、ちょっと物足りないぐらいかと思いますけど、それでも十分、消費エネルギーは高いので、まあ、しっかり引き締めることができると思います。まあ、この夏に向けて痩せる、もしくは体を引き締めるために、まあ、ちょっと長めのこういった、トレーニングもアップしていこうと思っているので、ぜひ挑戦してみてください。ご視聴ありがとうございました。ネイチャーカンフィットネスもよろしく。クーポンコードはファイト15。